どうもこんにちは、溝端博です。今日は見られている多くの方々に、私、実は観光庁長官時代、そしてまたその前の、J リーグの社長時代、あるいは2002年ワールドカップの招致の時代をはじめ、多くの皆様に大変ご協力いただいております。まずこの場を借りて、まずお礼を申し上げたいと思います。そしてまた、こういう東日本大震災から10年、また今年はオリンピック開催に向けての年ということでありまして、大変節目の年であります。今日私がお話をすることによって、このコロナ禍の中、反転攻勢に向けて一刻も早く、皆さんに安心安全な、正常に戻せるよう皆様と一緒に乗り切っていきたいと思います。今なお懸命に現場で頑張っておられる医療従事者の皆さん、そしてまた、この数年、台風、そしてまた地震などによってですね、多くの皆様がまた被災されておられます。そういう皆さんに対しましても、皆さんに激励の思いを託したいと思います。それでは、私の方からは、このウィズコロナ時代の付加価値が高いコンテンツということでございます。今日皆さんお話を申し上げておきたいことというのは、基本的にはこのコロナを前の路線というのは私は基本的には変わらないと思っています。ただ、特急列車が確定車になったということでございます。その先にはやはり新しい社会様式、生活感、価値観、さらには様々な、やはりまず移動と、交流の規制というもの、これ段階的に解除されるという中、何を価値として見出していくのか、特にやはり2050年ゼロカーボン社会の実現、また我々大阪では万博を開催いたします。やはりこの中で日本のあるべき姿、その姿をやはりこの万博の開催地として、また今後我々が目指しているアジアのゲートウェイとして、国のあるべき姿というものを大阪から日本を変えていくというマインドで、日々今後の未来の明るい未来を展望しながら、皆様とこの苦しみを分かち合いながら、このコロナを乗り越えていこうというのが我々の現状認識でございます。まず、私どもの、立ち位置について説明したいと思います。実は私、観光庁長官時代からですね、観光というのは非常に狭い範囲で議論されていると。観光そのものというのは、実は、非常に裾野が広い。まさにこの日本の例えば都市魅力、経済政策、文化政策、さまざまな政策をもらもらしたものであると。まさにこの、日本の成長戦略、都市魅力、地域振興、この司令塔であるということであるかと思っております。そういう中、やはり、この我々の特性といたしまして、主要空港を持っております都市型観光地として、ゲートウェイコースを進めていくということでございます。大切なのはですね、観光というのは、都市の魅力を高めるプラスですね、儲からなくちゃいけないです。もうとにかく、このしっかりとしたデータ分析、マーケティングに基づいて、いかに経済効果を上げ、税収を上げ、そして雇用を増やしていく。このプラスのサイクルを作っていくということが大事かと思っております。よく三方よしという言葉があります。事業者、お客様、地域と、全てが潤うと。潤う意味というのは、私はやはりこの経済的にこれ回っていく仕組みだというふうに思っております。そういう中、やはりこれからの、やはりこの観光というものは、まず消費単価を上げていく。そのためには滞在日数を増やす。やはり動線をしっかり作り、地域と連携をしていく。そしてまた、オンリーワンと呼べるような素材を作っていく。そこにストーリー、テーマをつけることによって、新たな魅力を作っていく。特にコロナによるこの新しい社会変化、世界的な価値観の変化を盛り込んだ、ツーリズムというものが必要になっていくというふうに考えております。そういう中、私どもは、これは実は、私が就任してから、5年前、掲げた理念でございます。やはり目指すべきは、やはりもう大阪は世界を目指すと。世界が憧れる、住んでよし、働いてよし、学んでよし、訪れよし、これが我々が目指すべき都市像でございます。やはりこのあるべき中長期的なビジョンがの中から今の施策を打ち出す。短中長でものを考えるというときに、長期的ビジョンがこれでございます。その中、切り口といたしまして、キーワード、
まず体験感動、やはりこの消費の原点は体験感動、そこに楽しい感動、ワクワク、気持ち、ここに感性に届くようなやはりサービス、あるいは物ことを提供していく必要があるということでございます。まあ、その中には、食、エンターテインメント、歴史、文化、あるいはスポーツを楽しむ、あるいはこの伝統的な文化、芸術、さらには、この24時間楽しめるというところから世界中の富裕層を楽しませる、そのようなところを強化していこうということが一つでございます。さらにはやはり大阪といえば小都大阪でございます。やはり元気活力ということでございますので、そういう意味ではこの健康であるとか、あるいはこういう緑や癒し、こういうものを通して元気活力というものを打ち出していこうということでございます。さらにはですね、やはり大きい夢、希望、やはり人物金情報が集まる上での大きなやはり要素は夢、希望だと思います。あそこに行ったら何か達成できる、ワクワクする感覚、そういう意味で常に夢希望あふれる年を目指していくということでございます。で、4つ目でございますが、これはもう実はコロナの前から非常に打ち上げてたことでありますが、やはり多様性と共生でございます。やっぱり SDGs ということが今言われておりますが、まさにさまざまな価値観をリスペクトし受け入れる、虚存共栄する都市のイメージ、特に弱った人をしっかり守っていく、そういう思いやりと人と人とのつながり、そしてまた虚存虚栄、このものを都市の一つの価値観としております。ですからお客さんをとにかく一度大阪に受け入れて、そこから各地方都市に送客していく、まさにゲートウェイ、ショーケース、これは実は大阪の歴史的な歩みというのはまさにそういうところにあります。さらにはですね、復活対応力、これはまさにコロナの時に私どもが打ち上げたものでございます。どこよりも早く復活していく、そしてこのコロナで自粛している間に反転攻勢の準備をする。例えばほとんどイベントが延期中止という時に、私どもはどうやったらできるんだと、マイスも実を言いますと、ほとんどのところが延期中止が相次いだ時にですね、私どもデータを申し上げますと、2020年インテックス大阪は対前年約7割8割開催いたしました。感染症対策をしっかりしながら経済を動かしていく、そういう意味でのやっぱり復活対応力、これを一つ打ち上げております。これを6つ目はもう安心安全清潔、これはもうコロナ以前からあったことでありますが、よりコロナによってですね、この意識が高まっているということだと思っております。さらにはですね、分散でございます。密を避ける、これは密を避けるという意味はですね、今までもあったんですが、よりこれによって課題がよりもうミッションになってまいりました。例えば私ども今やっておりますのは、土日の今平日、土日休日に固まっていた旅行需要というものを今回平日に分散できないか、そしてまた今までであれば出張に行ってそのまま帰っていたのを出張プラス観光ということにすることによって、よりワーケーションでありますとか、そういう形でですね、よりこの今までの旅行需要を分散させる。そして大事なことでございますが、やはりこのもう世界的課題として、やはり万博を開くという意味でも、このゼロカーボン社会の実現、地球温暖化をできるだけ抑制していく、生態系を維持していく、この環境緑、この8つをですね、全ての施策に盛り込んで行っていきたいと思っております。ですから大阪観光局は大阪の活力を取り戻し、そして大阪から日本を元気にする、そして世界の質の高いもの、人物の金を集める、そういう熱い思いをですね、全身に打ち出して今前に進んでいるということでございます。まあ、今言ったことを少し申し上げますと、やはり我々は大阪からですね、日本を動かしていく。ですから観光局の職員にいつも言ってるのは、人から言われたことをやるんじゃないと、自分たちで政府、大阪府、大阪市、経済界、そしてまた民間の皆さん、NPO の皆さん、皆さんを一定の方向に導く、そういうですね、熱いミッションと方向性を示し、皆さんに政策を打ち出し、そして動かしていくということが我々のミッションでございます。そこにはまず
人物の金帳を集めるにあたって数を増やすだけではなくて質を上げていく、結果的にそれを経済効果で波及させる、このやはりプロセスをしっかりと掴んでいきたいと思っております。まあ、特に量から質への転換ということは、これは非常にこれを加速しなくちゃいけないと思っております。そしてまた我々の3つのコンセプトとしては、やはりオンリーワン、オンリーワンを極めることがナンバーになると思っています。オンリーワンは何か、私ども日本の中でオンリーワンと呼べるものは、一つはやはりこれは歴史的に見ましても伝統的に見ましても24時間、楽しめる都市を目指していく、これは私どもが小都大阪というものはそういう歴史がございます。さらには地政学的にですね、大阪というのは、関西2府4県の真ん中にあります。半径1時間時間距離にしてほぼこの主要都市に網羅できる、こういう非常に強力な、交通インフラがあります。さらには1時間にから2時間にいたしますと、それこそ瀬戸内海あるいは中国地方、あるいはこの北陸、さらにはこの中部地方までアクセスが可能になります。ということからやはり関西2省のハブ、この役割が一番我々の持っている機能があると。で3つ目がやはりこれは省都1500年の歴史にある多様性あふれる町でございます。やはり多様な価値観、生活様式、そういうものをしっかりと受け止める包容力を持っています。かつて北前船というものが就航いたしました。やはり世界日本国中のいいもの素材をそこに一体商品棚に乗っけて皆様に売ると、これはまさにこの多様性というのがなすやはり DNA かなというふうに思っております。まあ、そこでやはり我々が2030年を見据えて挙げているのが日本の観光のショーケースを目指す。したがって、私どもは常々各自治体の皆様と連携をしております。私も北は北海道、南は沖縄までほとんどの都道府県の皆さんとは電話一本連絡を取り合っております。昨日も徳島県の三好市の方が来られました。大阪観光局に行ったら何か一緒に組んでやれるじゃないか、そういうことでございまして、私はもう北は北海道、南は沖縄までほとんど地域を日本国中土日を含めて走り回っております。まあ、そういうことによって我々は日本のいい商材素材用のショーケースになっていく、これを我々のミッションと考えております。さらにはですね、もう各分野ごとにプロ集団を作る、私はですねかつて J リーグの社長時代、やはりいい人材を集めるためにはいい給料を払う必要があります。やはり私のチームも、かつて清武、金崎、家永、こういう選手を輩出しましたが、やはり頑張れば年俸300万のやつが1億になる、こういうですねやはりプロの集団を作っていく、でないといつまでも公務員のように給料がチンチンと上がっていく、そんなところに優秀な人は来ません。頑張ったら給料上がる、そういうですねやはりそういうプロ集団を作っていくということを我々は考えております。ですからもうジェネラリストというよりは分野ごとに非常に10年20年かけてそういう世界に通用する人材を作っていこうということを考えております。これは世界の観光局を見ておりますとほとんどがプロ集団です。もう出向して帰る、最後なんかもう天下りで来る、こんなことやってるとかございません。日本の観光協会まだそういう悪いしきたりが残っております。何さんで、ね、代わりのところにプロ集団育ちませんということで、そこを今時間をかけてやっております。したがって今私どもは外国人の今スタッフが5人おります。そしてどんどん優秀な人間は、こちらにヘッドハンティングしております。まあ、そういう形のトップランナーを目指すと、全国の観光の関係者憧れの的になる、そういう存在になりたいと考えています。そして成長戦略の起爆剤、私どもはやはりこの経済効果を生み出すというか、どういうことかというと観光と通して人と人とをつなぎ合わせるビジネスを作っていく、そういうことによってですね自分非常に観光というのはプラットフォームを作れる立場にあるわけですね。都市の魅力を高める、地域を高める、すべての方が集まれる舞台なんです。それによってですねイノベーションを起こしたり、あるいはスタートアップを促したり、そういうこともやっていきたいと思っています。そしてやはりマイスです。やはりこのマイスといいますのは経済効果を高めるとしたときに非常に、経済効果が高い分野でございます。マイス、ミーティング、国際会議、展示、イベント、特にですねイベントというのも経済効果が高いんです。
意外とここにみんな目がいってないですけど、例えばジャニーズの関ジャニが大阪ドームでやると4万人5万人一気に集まってきます。しかも1人当たりグッズを買ったりそれだけで3万ぐらいお金を使ってくれるとですね、1日で12億お金が落ちるんです。こういうのも立派なマイスなんです。そういうですね、プロ野球もそうです。京セラドームで3万人の試合があるとやっぱり1日でだいたい3億か4億お金が落ちます。こういうものも全部視野に入れてですね、やはりこのマイスというものをしっかり機能させていく、それを今私ども、まあ、チャレンジ出しております。まあ、これは今の活動目標でございまして、次のページです。やはりこれを円滑にやるにはですね、やはりあの観光の世界で私一番最初長官でびっくりしたのは、空気で仕事をしていると入り込み客数たくさん来てる、結局どれだけ金が落ちてどれだけ潤って誰が来たのか満足したのか、 J リーグの私社長時代は試合ごとにお客さんのデータ分析して満足度、次の試合こういうふうにしてお客さん呼ぼうと、こうやってメディアに取り上げてもらおう、常にそこはデータだったんです。ですから観光庁長官から今に至るまで徹底的に強化しているのは、このいわゆる消費動向調査、そしてデータベース化、そしてそこに最近はですね、キャッシュレス、AI の活用、こういうものを導入しています。すべてはですね、お客さんなんです。神様。お客さんが満足し、喜び、そしてそこにどれだけの付加価値を持たせるか。ここが勝負なんですね。ですが、顧客にいかにしっかりとマインドをつかむかというところです。ここの強化、これはもうコロナ関係なく続けていることでございます。さらには大阪の強み、その中で食、マイス、スポーツ、ウェルネスがございましたが、コロナでやはりですね、本質的なものをもっと極めていこうと。やはりコロナでインバウンドが、お客さんが消滅いたしました。そこで改めてですね、私、我々は何を訴えていくのか。国内観光と向き合ったときに、改めてですね、この深掘りをしていかなくちゃ意味を感じました。したがって、やはりこの世界と比較して、やはり我々が誇れるものの中に、歴史、文化、芸術、これをもっともっと掘り下げていこうということを今、新しい方向として出しております。さらにはですね、やはりこれからコロナが収束した、さらにはですね、今、マイクロツーリズムという地元を中心とした商品化というときに、やはりこの区域内の連携とか、広域連携、これを強化していこうと。広域連携の時に必要になってくるのはテーマでございます。こういうものを行っていこうということでございます。さらにはですね、富裕層対策です。皆さん、富裕層対策って言葉では簡単におっしゃいますけど、日本にはほとんど富裕層来ておりません。もう一つ例を申し上げておきます。例えば、スーパーヨットと、要するに富裕層がヨットを持ってきたいとしたときにですね、港ごとにこの CIQ 出入国のチェックがいる。そしてこの、ビザの、この審査期間がですね、クルーと富裕層じゃ、このクルーは大体1ヶ月未満。こういう状況でですね、しかも帰り、プライベートジェットで帰ろうとしてもですね、今、大型、小型が、中型が機動的に使える空港がほとんど皆無であると。ですから、ほとんど富裕層に逃げられてしまっていると。一個一個拾っていくとですね、この受け入れというところでほとんど住んでないという現状があります。私どもやはりここを今から強化していきたいと。ラッキーなことに万博 IR ということで、富裕層の皆さんこっちを向き始めてるんで、対策を打つのは今だと思っています。そして受け入れ環境、まあ、案内状、多言語、駅のサイン、Wi-Fi、宿泊施設、広報民泊。実はこういう分野もですね、私どもの方が温度をとって、いやもうお客さんがどうもこの辺り表示板が分かりづらいですよと。で、お客さんの声を集めて、大阪府、大阪市、JR、皆さん集めて、この方向で行こうというプラットフォームを作ったりしています。この辺りほとんど我々はプラットフォーム作りを行っております。で、ここにですね、やはり受け入れというときには、この感染症対策、さらにはですね、やっぱり留学生、改めて留学生をしっかりと活用しなくちゃいけないということを感じました。今住んでいる留学生が満足しない状況で、なんでインバウンド呼べるのかということです。ということで、この分野はまだまだ弱いなということを改めてコロナの時に感じました。そして、この多様な受け入れという意味は LGBTQ、さらにはバリアフリー、いわゆるそのジェンダーギャップ、
平等というところの徹底ですね。もうこれはもう本当に今回の森元総理の発言の件もありますけども、改めてこの国が SDGs と真剣に向き合っていくということを問われています。これからやはり世界の評価を勝ち取るには、ここをしっかりやらなくちゃいけない。そこで次に、この緑化環境ですね。今ですから、例えばプラスチックゴミをなくすために、我々クリアファイルは全部この紙にしてます。自分たちが活動する中に、必ずこの緑化環境への取り組みを示すことが、これが我々が世界に評価されるためにはもう最低条件になっています。ということからですね、こういう時代の変化に対してですね、機動的に弾力、スピーディーに対応していく。こういうことで、こういうふうな今、3本柱で今進めております。そしてですね、2020、30年までのいわゆる工程表を作りました。皆さんも、これをお聞きの皆さん、やはり工程表を作らずですね、どうなるかわからないということをおっしゃっているようではですね、司令塔になりえません。実はこういう表をですね、起こって去年、コロナ起こって1ヶ月後に作りました。出口を作っていきました。これはですね、いろんな反発もありました。しかしですね、リーダーは出口を示さないといけないんです。明るい未来を示しながら、そこに向かってポイントポイントで戦略を打ち出す。ですから一応我々は21年を助走、22年をホップ、ステップ、ジャンプと位置づけました。ですからまず助走というのは、コロナ禍の中、この徐々に移動制限が解除されている中、助走期間と位置づけると。この間にとにかくやらんといかんのが、インバウンドがいつ再開してもいい準備をしていく。そのためには、今弱っている経営者の皆さんをどう支援していくのか。経営者の支援2つあります。1つは財政的な支援もあります。しかしもう1つ大事な面があります。先が見えないと絶対言わさない。先を示す。そのことによって我慢できる。今、かわいそうなのは各地域の人。先が見えないから廃業を倒産していくんです。しっかりとこうやって頑張ったらここは復活できるだということを示すことなんです、これ。現場に私、毎日向き合ってます。この現場の皆さんの苦労も今、限界に達してます。もう1年です、これ。いつまでも給付金と雇用調整金だけでは持たない。で、私がやってるのが、こういうことをしっかりやれば、3月、4月はこうなるよと。ですから、いつもこの表を示しながらですね、2021年我慢。しかし、21年もオリパラが行われる準備をしている。そして、その先にはですね、22年には北京の冬のオリンピックがある。そして、その年にワールドカップのサッカーがある。世界のマーケットは、このそちらに向かって復活していく。これを前提に組み立てていこうということで、我々はこの期間、とにかく経営者の人を守る。寄り添う。この寄り添うというのが大事なんです、これ。もう不平不満言われます。でも寄り添うんです。そうすることで、復活したときに彼らがもう一度仲間として、もう一遍頑張ろうと持っていくのが大事かと思っています。そしてやっぱり国内観光を強化していく。やはり国内観光をこの間強化することによって、改めて自分たちの観光数を見直すことになっていきます。そしてまた今年は聖徳太子没1400年、そしてまた、この USJ では新たに任天堂さんが、新たに任天堂ワールドを始めます。まあ、22年にはですね、今言ったようなこともございますが、我々関西では関西ワールドマスターズゲームズというのがあります。さらにはですね、美術館もオープンいたします。そしてまた2023年にはワールドカップラグビーがフランスであります。24年にはさらには24年にはですね、夏のパリオリンピックがあります。そして大阪ではですね、これに合わせまして、24年に梅田、大阪の梅北というエリアで街開きがあります。で、25年に大阪万博があります。そして、まあ今年今準備しておりますが、2027年あたりになんとか IR、世界最先端の観光マイ施設、この開業を今見据えております。2020、30年までを見据えて、私もこの10年間というものが、その2030、40、50の、この世界最高水準の観光都市をつる、あの枠組みを作っていく、大変重要な時期だと思っていますということでございますので、このホップ、ステップ、ジャンプということを皆さんお示ししました。そしてですね、これです。
今年はどうなるかということです。今私どもは緊急事態宣言、これ残念ながら今の、東京都、そしてまた一府一都 3県が宣言が続いております。しかし私どもは間違いなく潮目はこの3月下旬から変わっていくだろうと思っています。と言いますのは、やはりこの3月下旬というのは、やはりこのプロ野球開幕、そしてまた選抜高校野球、さらにはですね、オリンピックの聖火ランナー、これは3月25日から始まります。やはりこのギリギリまで3月までしっかりと、抑え込み、そしてワクチン接種という中、このアクセルブレーキを踏みながら徐々に収束に向かっていくという意味で、私は3月4月の一つ大きな出口になっていくんじゃないかと。そしてまたこの3月4月、さらにはですね、次のステージとしてやっぱりオリンピック、そしてオリンピック後ということを想定しています。そしてやはりこのオリンピック後にはインバウンドの一部再開ということを視野に入れて、そこに向けての準備をしていきたいということでございます。まあ、すでに去年からですね、1年間定期的に韓国、中国、台湾、香港、さらにはタイ、ベトナム、先日私はもう 毎月ですね、必ず台湾と中国と、そしてまた香港、シンガポール、この間ベトナム、こういう方々のですね、皆さんに動画で大阪チャレンジという感じで発信をさせていただいております。今は準備しないと、用意のんだ準備できないですということでございまして、こういうふうな反転攻勢をイメージしております。まあこの今言ったこと重複になりますので、この4つ国内旅行客、当然インバウンド復活するまでの間、ここを強化していくということ、それさらにはやっぱり3密を、回避する、しっかりソーシャルディスタンスを保つ、分散、こういうものを徹底していくということをしっかりと観光スタイルとして構築したいということを考えています。さらにはですね、インバウンドに向けた環境整備、そしてまた感染防止ということでございます。万博あやを見据え、コロナからの迅速な再生と国際観光文化としての取り組みを推進できるということでございます。まあ、これが数字でございます。まあ、本当に残念ながら、この2013年200インバウンド263万から1231万、約、6倍に近い、5倍ですね、伸びを示したものが一気に落ちました。これはもうコロナで仕方ないと思っています。で、例えば我々は一つやっぱり経済効果というのにこだわった結果ですね、例えば2015年にインバウンドで大体約6000億と言われていた消費がですね、2019年には1兆6000億、5年間でですね、4年間で1兆増えました。大阪の GDP が約40兆です。1兆増えるということは経済効果約2兆です。なんで大阪皆さん、もう民間の皆さんが積極的に Wi-Fi を整備したり、こういった観光投資をし始めると言いますとですね、こういうデータで皆さんの努力で1兆消費が増えましたと。もう数字で示すこと、肌で実感することによって、民間の人も一緒になって投資をし始めているわけですね。そのことが経済効果ということを加速したのかなと。その時に我々がやっぱり一番こだわったのは、データでしっかりとエビデンスを示して、こういう消費成功があります。こういう国からこういうふうな動きがあります。これを常にやっぱり民間の皆さんとキャッチボールしていった、このことがですね、この消費につながったというふうに思っています。やっぱり常にやっぱり自分たちの立ち位置を意識しています。これ我々は大阪、関西約2200万人の2府4県の中の、真ん中にあるということです。常にやはりこの関西エリアの皆さんと連携を取りながら、関西の魅力っていうものをしっかりと前に打ち出していくこと。まあ、スポーツ、健康から文化、科学技術、イノベーション、人材、国宝重要文化財の約6割近くが、この関西エリアに集積しております。さらにはですね、まあ、こういう形で大阪真ん中にですね、こういう主要都市瀬戸内かさまざまな地域とですね、非常に陸海空の交通体系がコンパクトまとまっているというのが特性かなというふうに思います。さらにはですね、こちらにございます通り、2030年を見据えてですね、ここにありますが、今まで全く鉄道が通ってなかったエリアにですね、非常にどんどん京阪さん、そしてまた JR さん、乗り入れがどんどん進んでいきます。これやはり万博がですね、開催すること、
そしてまた IR がですね、この夢洲というエリアにあの区域認定を仮に受けるとなればですね、これによって多くの鉄道路線というものが動き出します。まあ、まさにですね、やはりこう成長戦略をすることによって、民間のインフラ、鉄道インフラ、航空インフラを引き継ぎ出す。これがですね、実は観光の大きな仕事なんです。みんなにいかに金使わせるか、舞台を作っていくか。それがでございまして、これは2030年のとりあえず順調にいけばの出来上がりの交通費の姿です。さらにはですね、この関西3空港です。今、関西国際空港が今、国際空港化しておりますが、やはり今後、この神戸空港、そしてまたこの伊丹空港、このあたりのですね、キャパを規制緩和することによって拡大していく必要があります。まだまだ正直言いますと、この3空港で2019年データで約だいたい5000万強の今、受け入れになっております。まだまだ、例えば、チャンギー、インチョン、さらには北京の空港に比較しますと、まだ半分ぐらいです。今後、やはりしっかりと関係自体と連携を取りながらですね、例えば、神戸空港の一部国際化、さらには伊丹空港の今、運航時間が今、夜9時までですが、地元の皆さんの理解を得ながら、運航時間を延ばしていく。そうすることによってですね、世界の中のアジアのゲートウェイとしての機能強化、やはりこの航空政策と鉄道政策とリンケージをしていかないと、この観光というのは機能していきません。ついにそこと一緒にセットで考えていくというのが、この観光の政策の重要なポイントかなというふうに思っております。先ほど申し上げた、今後のやはりこの、回復に向けてのロードマップといたしまして、まあ、21年というのはとにかくコロナの前の3割ぐらいに戻していく、そして22年にはコロナ前の水準に戻す、そして25年に見据えてホップステップジャンプを抱く、これを我々の基本的な今後の、出口戦略と位置づけております。さて、万博でございます。万博というのは今25年の4月から10月開催でございますけれども、実はこの万博というのはですね、あくまでこれは起爆剤でございます。万博が来るからいいことがあるというわけではありません。やはりこの万博を通して何をレガシーに残していくかということがテーマかと思っております。まあ、場所的に見ますと、さっき言いました、まさに夢洲、この大阪 の、 まさにこのベイエリアのところに位置するわけでありますけれども、この、 テーマというのが、命輝く未来社会のデザインということでございます。私、本当にこれいいタイミングだと思ってます。このまさに命輝く未来社会のデザインというのはですね、やはりこの今世界が抱えている、72億という世界の人口がですね、今後90億に膨らんでいく、こういう中、環境破壊、生態系の維持、改めて人間の健康であるとか、あるいは人に対するやっぱり優しさとか、そういうものが問われる時代になっている。コロナによってよりですね、このテーマというものの世界的な課題としての認識が高まると思っています。そこにですね、我々は日本のやはりこのショーケースとして、さらには世界に向けてですね、このモデル的な様々なイベント、コンテンツを提供できる、そういうものとしてですね、やはりこのアフターコロナのやはりあるべき姿というものをここで表現していきたいと思っています。これが先ほど申し上げましたテーマの中身でございます。で、これがこの会場イメージでございます。先般基本計画が示されましたけれども、まあ、グリーンワールド、パビリオンワールド、そしてウォーターワールドという3つのゾーンになっています。このグリーンワールドというのはですね、まさにこの自然、緑、グリーンリカバリーと言われておりますけれども、やはりしっかりとこのゼロカーボン社を作っていくため の、 テーマでございます。このウォーターワールドというのはですね、もともと大阪が水と水の都と言っておりましたが、改めてこの水辺というもの、水の持っている意味、水辺の有効活用、こういうものをテーマに出します。で、このパビリオンワールドというのは、まさにですね、この今回 の、 万博のテーマでございます。命が未来社会の創造ということでございますが、食であるとか、スポーツであるとか、エンターテインメント、健康、美容、癒し、さまざまなテーマがここに入ってくると思います。さらにはここにはですね、AI、IoT を駆使したですね、やはり今までと違った、やっぱりこの集客の動線の仕組みを作り上げていくということになります。まあ、今、ドバイ万博が開かれ、そしてまたその後ですね、急ピッチで作業を進めることになります。まあ、こちらにございます通り、今まさにですね、2021年といいますのが、ドバイ博を見据えですね、でして、ここにそれぞれパビリオン、
そしてまたこういった会場インフラ、こういうものの設計作業というのは進んでおります。22年のうちにはですね、最終的な手続きを終えですね、23、24で工事に取り掛かるということでございます。まあ、特に今回のテーマというのは、待ち時間ゼロ、体験を中心にいたしております。でですね、まあ、ぜひ皆さんもしご興味があればですね、私これ非常にいいプロジェクトを持っておりますのは、やっぱり将来レガシーを考える上でですね、実は万博というのは大事なのは準備期間とその後なんですね。で今回このチームエキスポ2025ということを通してですね、やはりこの中にですね、一緒にこのプロジェクトに参加しましょうというこの競争のプロジェクトというものを立ち上げております。ですから皆様の中に万博にぜひ参加したいと、私は例えばこういうグリーンのことをやっております、 LGBT になっております、そういう万博のテーマに合うことを参加したいという方はですね、ぜひこれに参加いただけたらと思うふうに思っています。この活動をすることがですね、実は終わってから後もレガシーに残っていくわけです。まあ、この競争チャレンジ、競争パートナーというのがあります。ぜひこれは皆さん、万博を単に見に行って楽しかったなと終わらせるんじゃなくて、自分たちも参加して、自分たちのやっぱりイノベーション、あるいは新しいビジネスを作っていく、新しいコミュニケーションを作っていく、そういうものに生かしてほしいというふうに思っております。さて、次に IR でございます。この IR についてはですね、やはり今、国も観光立国の基本的に重要な柱と位置づけましてですね、これを今進めさせていただいております。カジノは一部、全体面積の 3% 未満ということでございまして、私どもはですね、やはりこのカジノというのは一部ありますけれども、やはりこれによってですね、高付加価値型のこういう国際会議場、展示場、ホテル、エンターテイメント施設、レストラン、ショッピングモール、まさに富裕層対策、新しい顧客の開拓、ここにつながるということからですね、10年かけましてここに取り組んでおります。まあ、これがシンガポールの例でございます。まあ、この IR についてはですね、場所はこの夢洲万博会場のすぐ横でございます。これはですね、IR というのは起爆剤でございます。さっき言いましたが、IR が来るから全て良くなるわけじゃないです。IR を立地することによってですね、一気にこの新たな陸海の交通体系を作り上げていく、新しいビジネススキームを作っていく、さらには日本の観光のショーケース、そういうものを作り上げていく、それの一つの大きな起爆剤になるということでございます。ここにあります通り、1期というところで IR を整備し、2期でですね、こちらにこの万博のやると、万博が終わりましたらですね、万博の理念を継承したようなものを作るということで、まあ、例えばエンタメ系であるとか、そういうふうな施設を中心にいたものを今計画しております。で、これが3期でございます。全部で約170ヘクタール。これをですね、アジアの、まさにゲートウェイになるような機能を持つような、大阪ベイエリアを作っていきたいというふうに考えております。まあ、IR について細かく説明、時間がないので割愛いたしますが、やはりこのマイスの施設、これをやはりですね、世界最高水準に言えるようなマイス施設を作り上げていく。そしてさらにはですね、日本の観光のショーケースを作っていく、ゲートウェイを作っていく。ですから皆様の方に大阪の IR に来られたら、そこでまず宿泊していただいたらですね、その次にテーマごとによし、忍者行きたい人は伊賀甲賀、そして嬉野小平に行ってくださいと、まさにドイツのアルペン街道、メルンガヘン街道、ゲーテ街道、そこの関所を我々がやろうということでございます。さらには今までなかったような高級ホテルを誘致をする。そしてあそこに行ったら、これはもうラスベガスには絶対勝てない、まあ、勝てないような新たなエンターテインメント、新たなイベント、ショー、こういうものをですね、ガンガン誘致したいというふうに思っております。まあ、ちょっともう時間がないのでこのあたり簡単に割愛します。そしてですね、やはりそれだけではなくて、IR を通してこういったですね、スマートシティをしっかり作っていきたいというふうに思っています。やはり、そこにやはりいることによって、安心、安全、快適、そういうものをより徹底しなくちゃいけないと思っています。まあ、このように経済効果、これいろんなこれ条件によって変わってきますが、やはりこれを作ることによってですね、20年、30年、これ持続していきます。その中で新たな雇用、新たなそういった富裕層というターゲット、そしてまた新たなビジネスを作れると、大きなチャンスが我々にとっては期待できます。これがですね、交通体系です。
やはり IR 万博を通してですね、このように陸、海、空の交通体系を一気に加速化させたいと思っています。2030年には、やはりアジアの方があそこに行ったら、まず最高級の受け入れがあって、そこから関西、そしてまた西日本、そして東京と、もう東は東京と大阪がもうダブルで窓口になって、日本中ぐるぐる回っていく、こんな仕組みを作りたいなというふうに思っています。まあ、食についてですね、我々、やはりこの食というのは非常に実は付加価値が高い分野です。そして残念ながらまだまだですね、消費単価低いんです。日本人、やっぱり人がいいんで、安くていいという美徳がございます。やはりこれを見ていただきますと、まだまだ世界と比較してもですね、飲食が占める比が、これ、大阪は 6% で、世界の各地ではですね、これが飲食は、これ何パーセント見えないこれ、これは 14%、約倍です。レストランの単価もですね、これドルですけども、大阪131ドル、東京202ドル、ほとんどの平均が約200ドル。やはりこの飲食の単価を上げていく、これが大事かというふうに思っております。まあ、やはりこのそのためには食だけではなくて、そこに食をかけエンターテインメント、食をかけスポーツ、掛け算がいるかと思っています。さらにはですね、食の価値を高めていくためには、そのブランディング、SDGs の取り組み、こういうこともやらんといかんということでございます。やはり世界の一流とどこが負けてるか、ここをしっかり認識するということが必要でございまして、そのためにですね、我々といたしましては今後万博に至るまでですね、さまざま世界的な食のコンテストを誘致するとか、さまざまな世界の食のシェフを呼んで共同制作するとか、大阪のシェフをですね、しっかり大学を含めて教育をして施して、そこから世界デビューさせる、そういうふうなですね、創始を作りたいと思っています。要するにシェフの中に本田圭佑や、それこそ香川とか世界デビューやつをどんどん作っていく、そういう連中が大阪発の一流のシェフとしてどんどん活躍してもらう、それをまた歓迎してもらう、こんな仕組みを作りたいと思っています。まあ、そういう意味でこの間2019年は世界のトップシェフを招聘しまして、世界の食の街大阪ブランディング事業を行いました。さらにはですね、世界のトップシェフを楽しむガラナイト、ガラナイトによってです、ね、SDGs も展開させていただきました。スポーツもですね、やはり見る、する、楽しむ。ですから今、プロ野球、J リーグ、プロスポーツと連携を取りまして、大阪に来たら、もうプロスポーツを見るということを一つのメニュー化しております。さらにはですね、大阪に来たら、例えばサイクリング、さまざまなスポーツを楽しむことができる。ホテルの人との連携を取って、ホテルのですね、コンシェルジュの中にスポーツメニューを入れる。さらにはスポーツメーカーの人、大阪はスポーツメーカー相当ございます。一緒になってですね、展示会を誘致しようということでございます。まあ、要はいろいろですね、スポーツで切り口があります。しかも人を幸せ、喜び、感動に導くのに最も効果性があります。まさにこのスポーツツーリズム、私も J リーグの社長として、スポーツの魅力、スポーツがいかに人を動かすか、非常にリアルに体験しております。まだ子供の頃は野球やっておりました。やはり甲子園の憧れ、プロ野球を見に喜び、地域が一つになっていく。やはりこのスポーツをいかに活かすかというのが大事なテーマでございます。このようにですね、やはりプロスポーツの連携、見るスポーツの機会を作っていく。そしてですね、こういうするスポーツ、さまざまなマラソン大会、そういったイベントの誘致をしております。さらにはこういう相撲体験、サップ体験、いろんなスポーツを体験するゾーンも作っております。さらにはですね、スポーツ観戦に来た人に、そういった楽しみ方のマップも用意しております。さらにはですね、スポーツはたくさん実は国際会議とか展示会とかいっぱいあります。そういうものの誘致活動も行っています。これ誘致するにはですね、時間かかるんです。何回か会ってですね、仲良くならないと、そういういい話も出てきません。ですから今私どもの中に、スタッフの中に、この1000人のやつを作ってですね、10年かけて使いようと思っています。まあ、このようにアフターコロナの中に特にバイクとかですね、e バイクとか、あるいはこういうトレイルランとかですね、トレッキング、こういうものですね、3密を避け、そして自然と触れ合う、そういうものをですね、商品として作っております。さらにはですね、この富裕層対策です。これはですね、まだまだ日本遅れております。受け入れも遅れておりますが、
やはりコンテンツですね。オンリーワン、特別感。やっぱりそこにはテーマ、ストーリーがなびかんです。特に気づいたのは歴史的背景がないと、こういう方々はなびかないということがあります。したがってそういったメニュー作り、その受け入れ体制、こういうものを強化していこうということでございます。先ほど私が申し上げたラグジュアリーの中でですね、スーパーヨットの誘致、さらにはですね、こういったプライベートジェットの、やはり大型、中型への対応とか、さらには空港におけるですね、コンシェルジェの問題とか、あるいは専用レーンをしっかり作っていくとか、特にヘリポート、これまだまだ都市部には少ないです。こういうものをいかにしっかりと作っていくか、こういうことをやらないとですね、いくらいいものを作ってもお客さんは来ないという状態があります。したがってですね、こういうラグジュアリー受け入れ環境についての規制緩和というものをですね、IR 事業者が決まった暁には一緒になってですね、これを先進的に取り組んでいきたいというふうに考えております。そこには当然ですね、京都の皆さん、神戸の皆さん、近隣のですね、ラグジュアリー対策をやられている皆様としっかり連携を取らせていただきたいというふうに考えております。マイスについてもですね、実はほとんど中止延期がなくやれました。それはですね、いち早くですね、7月の段階で、こういうマイスを再始動させるぞと、そのためにですね、フーデックスをですね、をまず、インテックスを使ってですね、いろんなイベントを仕掛けました。さらにはですね、大阪市さんにお願いして、使用料を半分にしていただきました。とにかく官民挙げて、マイスをとにかく継続させるということでございます。まあ、そういう意味で、今、我々やらなくちゃいけないのは、やはりこの今ある展示をしっかり開くこともありますけれども、コロナが収束したことを見据えたマイスの戦略です。で、ここはまず地元の受け入れ体制をしっかり作り上げ、今、それぞれの分野ごとにスペシャリストを配置して、誘致活動を展開させていただいております。今、いろいろですね、リアルがええか、バーチャルがいろんな議論があります。でも私は基本はリアルだと思っています。やはり、例えば展示会、学会にしてもですね、やはりそこで名刺交換をしてなんぼなんです。名刺交換もせず、そのままオンラインでやっても、これはもう、おそらく補完的なものとしてバーチャルはあるかもしれません。しかし、やはりこのリアルに戻っていくだろうということを想定してですね、今、私たちは明確にですね、2022年にはコロナの時の前の状態に戻すということで、今、それに向けての誘致活動を今展開させていただいております。そしてですね、留学生の受け入れということでございます。改めて今回、留学生の皆さん、大変世間で困っておられます。留学生がやはり住んでよし、学んでよしにしないところがですね、世界に評価されません。したがってですね、個別にですね、例えば合同留学説明会を今、タイ・ベトナムで予定しております。さらにはですね、大阪の住まい携帯電話プロジェクト。これ実は住居がですね、保証人がいる。携帯電話も保証人がいるんです。これを保証人がいらなくてもやる仕組みを作ろうということを今具体的に進めております。これすべてですね、留学生の皆さんのいわゆるマーケティング調査から出てきた答えです。そういうですね、より留学生の皆さんの満足度、ニーズに対して応えていくというようなこのプロジェクトを、これをオール大阪で今取り組ましていただいております。さらには LGBT、これはもう今世界的に大きな課題です。この LGBT のカンファレンスを先日開きました。このようにですね、LGBT のカンファレンスを開きまして、将来的にですね、24年には LGBT の世界的な総会を開きたいと思っています。2025年、LGBT、それからバリアフリー、そしてジェンダーギャップ、大阪は世界で一番多様性、共生、幸せを感じる街にしたいというふうに思っております。さらにはこの梅北、大阪のゾーニングです。それぞれのゾーニングに合わせてですね、やはり改めて USJ 大阪城南、ここのイメージが強すぎて、実は素晴らしいシーンがあることに気づきました。ここをですね、しっかりブランディングして、これを周囲させる。これを今作り上げております。これはコロナ後の見据えた戦略でございます。でですね、ここから先がいよいよこのアフターコロナを見据えた戦略になってきます。で、大阪をハブとしたときに、さまざまですね、我々はまさに東京都さんと一緒になってですね、日本の中でぐるぐる周遊できるようなルートを作ってきたというふうに思っております。まあ、例えばウェルネス、健康、さまざまな分野がございます。これはやはり各地域が連携することによって成立することでございますが、その中でいくつか紹介したいものがあります。まあ、例えば、ウェルネス、健康、食、スポーツ、美術、忍者、侍、お城。これはもう、
おそらく日本国中うまく回せる仕組みだと思っておりますが、特に緑です。やはりこれはもうゼロカーボン社会の実現、先日の最近のですね、さまざまなこの異常気候、さらにはこういったことを考えますとですね、いち早くこの日本の緑を守る、生かす、育てる、これが必要になってまいります。これは国民の皆さん一人一人が意識を持つ必要があります。ということからですね、一つは国民一人一人が緑を守る、緑を作るという意識を高めること。もう一つは作るだけではいけないんです。やはり稼ぐ仕組みを、緑は実はビジネスになるんです。これをしっかり作っていこうと。そしてこれを世界に発信しましょうと。この日本という国がモデルケースになって世界中に緑を作る、生かす、このことのまさにトップランになっていこうということでございまして、これをですね、10月に、この環境省、林野庁、総務省、関係省庁の皆さんの協力を得ながらですね、この政府、そして地方自治体の皆さん、学術の皆さん、そしてまた民間の皆さん、多くの NPO の皆さんの、理解協力のもと、日本緑のプロジェクトを立ち上げました。会長は長野県の阿部知事でございます。このこちらにございますが、当日16日は小泉大臣もご出席いただきました。環境省の事務次官、林野庁長官もご出席いただきました。そしてまた私と一緒に食事をやっております市川恵美蔵さん、この方は7年前から私一緒に長野で食事をしております。恵美蔵さん、渡辺健さん、熊健吾さん、多くの皆さんがここに参加しております。昨日も大阪でですね、女性の集まりがありまして、子供を連れてぜひ緑やりたい、大阪から松明、長野の皆さんと一緒になって緑の輪を1億3000万から72万に広げたいというのがこの運動でございます。まあ、これは当日の様子でございます。このように生育安全の組織を作っております。ぜひこれを見ておられる皆さん、何が大事かというときに、私は自然再生エネルギー、自動車の電気化、これも大事かもしれません。しかしですね、緑というものは非常に国民の我々の魂みたいな存在です。経済的なもの、環境的なものだけではありません。精神的なバックグラウンドとして緑を守っていく、これをぜひ皆さんと一緒にやりたいと思っています。ぜひこの日本緑のプロジェクト一緒にやりませんか。このようにビジネスという意味でも、ウェルネス、旅行、レジャー、食、スポーツアクティビティ、教育、林業、農業、まちづくり、CSR、文化、歴史、アニメ、例えば任天堂さんのあつ森、そしてまた、この業界要請、さまざまなコンテンツはこの緑から生まれています。ということでございまして、非常にこれは地域の活性化、経済の活性化など、さまざまな分野に生きる分野と思っています。まあ、5つの方針でございます。万博の時にみんなが集まって、よし、日本の緑はこんなもんやと、世界の皆さんに素晴らしいと、俺たちも緑を増やしていく、そういうなるようなですね、ショーケースを作りたい。そしてグリーンリカバリー、さまざまなですね、これをリノベーションすることによって、いろんな技術を開発していきたい。そしてゴーグリーン、みんなで緑を楽しもう。これ旅行とか観光につながりますけど、これを促したい。ワングリーン、一人一人が緑をしっかり作っていこうという運動でございます。そしてナショナルパーク、日本には有数の国立公園、国立公園いっぱいあります。ただ規制緩和によってまだまだ生かされてない。こういうとこにスポーツアクティビティであるとか、あるいは宿泊施設、体験、さまざまなものを盛り込んだものを作っていきたいということでございます。そしてですね、今まさにこのワーケーションでございます。これをですね、さっき申し上げました、やはりこの3密を避ける、テレワークを普及しました。その中でやはり、新しいスタイルの中で、新しい観光需要を作っていく。そういうところで我々ワーケーションということもチャレンジを始めました。実際やってみてですね、やっぱり今までオフィスでやってきたことを、いや非日常的なことを海を見ながら実は私ワーケーションやりました。非常に労働効率高いです。ということで発想を変えまして、こういう時こそですね、家にずっといて非常に最近家庭不安増えていると言います。やはり少しこの非日常的なところというところを外に求めて、結果的にそこは旅行需要にもなりますし、平日のいわゆる旅行をそこ需要を起こすことによって分散にもつながってまいります。まあ、いろいろパターンがあります。都市から
行く農村や地方に行くというパターンもあります。さらには都市でやるというパターンもあります。例えば大阪ではですね、パターンをいくつか分けてます。この大阪の中で、半径時間距離1時間以内で市町村の受け入れもしっかりできる宿泊施設もあるところに行くと、市町村も非常にノリノリでございまして、そこで自分たちが次の観光につなげるためのいろんな旅行の素材を作っていくチャンスにもなります。いわゆる最近の広域連携を作る上でですね、非常に受け入れの非常に大きな、チャンスになるわけです。そしてですね、もう一つ、単純にこの地方に行く、いろんな非常的な空間を体験するというだけではなくて、やはりですね、大阪のこの都市型ワーケーションです。要するに、この大阪の中の今、ホテル、こういうところでですね、例えばこういう夜景を見ながらしっかりとここでワーケーションしましょうということも今ですね、一部のホテルや、あるいはこういったロッジ、こういうところと連携を取りまして、今進めております。本当に今まで出張に行ってて、大阪面白かったな。せっかくやるんやったら、やっぱりこの皆さん分かってるわけですね。仕事した後、飲食、エンターテインメントを楽しんで、そういう方が結構ワーケーションとして増えてきております。そういうことで、コロナ禍の中、都市型ワーケーションすることによって、次のコロナ収束後ですね、さらに観光の需要を作る、分散というものを促せるチャンスになるというふうに考えております。以上、お話をさせていただきました。今日ぜひ皆さんにお願いしたいのは、やはりこのチャンスはピンチであります。あ、ちょっとすみません。ピンチはチャンスであります。コロナによって、やはり時間遅れました。世界の中でこの国どうやって越中化していくのか、この課題に向かっていかに機動的弾力スピードに対応していくのか、そして我々がいかにこの東アジア世界を引っ張っていくのか、これを考える大きなチャンスになりました。そして我々は大阪という地にある以上は、東京の皆さんと一緒になって、この日本全体を良くしていく、そういう時に我々は大阪が持っているオンリーワンと呼べるものを生かした戦略を打ち立てたいと思っています。最後に、これをお聞きの観光関係者の皆さん、観光というものを呼び屋じゃないんです。観光というのは極めて高付加価値型の産業です。常に日本はどうあるべきか、地方はどうあるべきか、今の都市政策、文化政策、経済政策、これをどういう形で組み合わせていくのか、そういう司令塔であるということを強く認識してほしいと思います。いつまでも給料安いサービス産業、ここから脱却して世界を引っ張っていく、そういう産業になるよう、このコロナ禍、皆さん心一つに頑張っていきたいと思っています。そして2025年、30年、振り返ったときに、あの時は潮目あったと言えるようにですね、頑張りたいと思います。私ども東日本大震災の時に、2020年の時に俺は潮目を変えたると、そのために21年をどう戦うか、そのことが2020オリンピックだとか、万博や IR につながっていったんです。ですから、これはさらに大きくなるチャンスです。皆さん一緒に頑張りましょう。今日は皆さんどうもご清聴ありがとうございました。